やっとこのベルトが帰ってきました。でもこれが俺のゴールじゃないから、このベルトともにさらに上を目指したいと思います。まあ早々に次の挑戦者決まったけどね。あいつはタッグだろ。しかも次の後楽園でそのタッグのベルトも俺たちに奪われる運命にある。正直ネバータイトルマッチ役不足だよな。まあ決まってる以上しっかりやりますけどね。ダークネスワールドをしっかり輝かせてやります。もちろん勝つのはこの俺です。シングルのベルトからこのタッグのベルトに歩み寄ってきたな。それはつまりシングルの王者がこのタッグのベルトの価値を上げに来たということだ。それだけ俺らが持ったことでこのベルトの価値は上がりに上がりまくってんだ。そして強盗、あいつは5日の後楽園でこの俺にチャンピオンでありながら突っかかってきたな。あの状況でもし仲間を助けたいんだったらヒロムのところへ行くはずだろ。だがしかしやつはこの俺のところへ来た。後藤は状況把握能力は皆無だが嗅覚だけは鋭いようだな。あの場面で他の誰でもないこの俺を選んだわけだからな。まあ今はシングルのベルトはとにかく後楽園まではこの IWGP タッグの前哨戦だからな。そことかお前らよく覚えとけよ。リンク上でも言ったように新日本を選んだ理由、ロスイングを選んだ理由、そんなことは知らねえんだよ。俺はな、あなたの本気が、本音が知りたかっただけなんだよ。このベルトなんだ、次俺やります。いいよ、俺はタッグ挑戦させてくれればいいって言ったけどな、こんなんじゃ何の目もふんねえよこの野郎。売り切れになりました、いいですね。ふざけんじゃねえ、俺はないろんな雨を降らすって言ってんだよ、この野郎。まあ強いのは知ってる。喋らないなら喋らないでそれでいい。別にリング上だけで喋らなくてもよくてもそれでも俺はいいし、お前がそれでいいならそれでいいよ。ただな、俺はそんなの納得しねえ。今すぐにでも誰でもいいよ、内藤でもいいよ、他のやつでもいいよ、新日本プロレス帰ろう。じゃなきゃ大阪なんて俺の知ったこっちゃねえんだよこの野郎。しっかり新日本プロレス考えてくれよ。